天子国久は、戦国時代の武将。天子氏の家臣で、新宮党の党首。明王元年、出雲国の戦国大名天子常久の次男として、誕生。永正九年頃に、室町幕府官僚、細川高国の返帰を受け、国久となる。姓は、天子ではあるものの、先家文書では、天子殿御子息養子田の孫志郎殿と記載されており、 出雲吉田荘の吉田氏に養子に入っていたと思われる。吉田氏は、宇田源氏佐々木氏の冒険であり、幕府奉公衆の地位を与えられた守護妃入の特権を持つ豪族であった。これは、縁屋氏に養子入りした弟、沖久と同等の国人海従作を、父、常久が行ったものと思われる。後に反乱を起こし討伐された沖久が所有していた、出雲西部、 縁屋地帯も継承している。国久は、ガス山とト城の東北にあるシングル谷にあったことから、名付けられた、戦闘集団、シングル島の東領であった。法規民ことわざきによれば大英4年、大英の5月崩れにおいて、法規国にある、小高城、不動が城、羽衣岩城などの諸城を次々に攻略したとされる。また、陰徳太平記によれば、天文9年、主君、 春はるひさは、大内氏への牽制も兼ね、秋国の国人毛利氏の討伐を計画し、その偵察を兼ねて、国ひさらは三千0 0を率いて、貧乏国へ遠征したとされる。貧乏国から豪の川を溶かして、吉田郡山城へと進軍する道を開くため、志士都市を攻略するも反撃に合い失敗。はるひさも岩見路から三万機を率いて、吉田郡山城へと進軍したが敗北に終わったが、 後に、大内義隆が出雲へと侵攻した際に、新宮島を率いた、国久の奮戦により撃破している。その後は、貧乏、放棄などの諸国へ遠征し、天子氏の戦闘に立って戦っている。このように国久は多大な武功を挙げて、天子氏の勢力拡大に貢献し、父から春久の貢献人に指名されるほどであったが、娘婿でもある春久とは方針をめぐって、 意見をことにし、対立することがしばしばあった。また、新宮党は、吉田氏、縁屋氏の領地を直轄し、出雲において、春久をもしのぐ影響力を持っていた。その上、新宮党の中には、自らの部位を傘に着て、王平な振る舞いをする者も多く、他の天子家の不大家臣たちと衝突することもあった。そのため、春久との関係は、次第に悪化していき、 この経緯は学園事文書にも書かれている。その後、春久の性質である国久の娘が死去するとこれを契機として天文23年にこの正久ら一族と共に中殺された。去年63、ありがとうございます。